で、まあ、今回ね、最後に皆さんにお伝えをさせていただきたかった内容っていうのが、まあ、今ね、あなたの商品っていうのが、まあ、売れない理由っていうところで、まあ、もちろん今、売り上げがね、人によってはまあ数百万、上がりましただったりとか、まあ、数十万っていう売り上げであったりとか、中にね、01、ちっちゃい0から1を作れましたっていうかね、いろんなフェーズのね、方がいらっしゃると思うんですけども、まあ、ここでね、やっぱり最終的にどこまで行ってもやっぱり需要になることっていうのは何かっていうと、結局、リストなんですね。もうリストが、めちゃめちゃ重要っていう、ここにやっぱりすごい尽きるなーっていうのは、もう僕自身もビジネスをしていても思うし、まあ、あと僕が、8ヶ月間くらいかな。で、結構年間500万くらい払って入ってる、結構コミュニティとかあるんですけども、まあ、そこをね、やっぱ経営者さんとかってやっぱ年商で本当に、まあ、10億ぐらいの方であったりとか、まあ、本当にいろんな方いるんですけど、やっぱりどの業界のね、これ歯科医業界もそうだし、美容業界もそうだし、通販業界もそうだし、まあ、出版業界もそうなんですけど、すべてのね、業種において、やっぱりすべて最終的にはもうリストに、まあ、なってくると。まあ、重要なポイントっていうのはね、ここはもう結局売り上げを上げるためのボトルネックになってくるよっていう、まあ、ところで、まあ、そこをね、ちょっと一緒に再認識していこうっていう、まあ、お話なんですけども、まあ、江戸時代のね、まあ、商人、皆さんも多分これ僕の YouTube ライブとかでね、何回も聞いたことあると思うんですが、この江戸時代の、まあ、商人の人たちっていうのが、まあ、火事になった時に、何を真っ先に守って逃げたかっていう、まあ、有名な話があって、まあ、これね、まあ、実際に、まあ、喪服屋さんとかだったら、家にあるその洋服とかの在庫を持って逃げるのではなくて、まあ、それを捨ててでも、顧客名簿台帳だけね、顧客名簿だけ持って逃げたっていう有名な話があるぐらい、この見込み客リスト、ね、見込みのお客様の連絡先リストっていうのは、それぐらいすごい重要であるっていうことなんですね。で、まあ、よく、マーケティングのね、世界的権威のダン・ケネディも言ってますけども、リストのないビジネスっていうのは、もうビジネスじゃないと。ね、彼も言っちゃってるぐらい、もうリストっていうのが全てのビジネスの根幹にある。まあ、これをね、再認識していただきたいなというふうに思います。で、じゃあ、周さんね、と、このリストって言っても、まあ、どういう側面があるのかっていうと、大きく分けて、まあ、2つ側面があるわけなんですね。2つの側面。で、まあ、リストには2つの側面がある。これどういうことかっていうと、まずリストの質的な側面と、で、もう1個はその量的な、まあ、側面っていう、この2つがあるわけなんですよ。質と量ですね。で、まあ、質って何かっていうと、例えば、中にはいるんですよね。LINE アットにお友達30人しかいないのに、500万ぐらい売り上げ上がりましたって、これね、極めてレアなパターンなんですけど、これ一応ね、あり得るんですね。めちゃめちゃ濃い見込みのお客様が、例えば30人いたら、それだけで全然1000万とか2000万ぐらい売り上げいくこと全然あります。で、例えばそのリストの方々が、例えばもともとね、自分の会社とか自社の商品を購入いただいているすごいファンのお客様が30人いたら、それだけで全然3000万とかってやっぱいっちゃうわけですよ。でも逆に、初めて、商品をまだあなたのことをこれから知っていきたいなっていう段階のお客様に商品を売っていくためには、やっぱりある程度量っていうのが必要。まあ、これだったらパターン2の方だと、まあ、100リストあれば大体まあ100万円ぐらいですね。まあ、100リストあれば30万ぐらいの商品を買ってくださるお客様が大体3人ぐらい見つかればいいなっていうぐらいの確率になっていくわけですけど、皆さんの場合はね、そこからだん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 、今このリストの量を集めるっていうところをね、まあ、まあ、半年間で、まあ、一緒にやってきたと思います。で、ここから先はですね、さらにこのリストの質っていうのをね、高める、方にね、転じていただきたいなと思うんですね。なので、皆さんはね、これから意識していただきたいのは、この2のフェーズから1のフェーズです。リストの量を、もう当然これ、どんどん拡大していってほしいんだけども、これを拡大していきながら、さらに質を高くしていく、この発想です。量から質へ転じていくっていうのがすごい大事。まあ、だからといってね、質に転じることに意識をフォーカスしすぎて、リストの量をね、増やすことをおろそかにはしないでほしいんですけど、まあ、両方大事です。で、これね、どうやったら、じゃあ、このリストのね、量を、まあ、質に転じるのかっていう話なんですよ。良質に転じるのかっていう、話もですね、この後、そのとっておきの方法っていうのをね、お伝えさせていただくので、ぜひね、楽しみにしていただければと思うんですけども、まあ、うちは大体ね、SYK、まあ、創業してから、まあ、僕自身ずっとフリーランスでね、3年ぐらいずっとビジネスをやっていて、そこからまあ会社をね、23歳の終わりぐらいかなに作って、で、まあ、1年間で SYK がまあ年商でいうと1億3000万、まあ、結構1期目で1億いく会社って、本当に全体の本当、3%もないぐらい、結構、まあ、レアなケースだと思うんですけど、で、2年目で年商3か4規模まで来れてるっていうのも、すべてリストがあったからなんですね。うち1年目で集めたリスト数って、だいたい1億5000リストぐらい集めたんですよ。1億5000リストぐらい、僕自身のハウスリストで集めて、まあ、全部ラインアップですけども。で、2期目だと、今うちグループ合計でね、まあ、今子会社も入れるとうち2社経営しているんですけど、まあ、合計でだいたい、まあ、3万7000リストぐらいかな。あると思います。だから大体、まあ、これぐらいの売り上げになってるよっていう感じなので、まあ、100リストあれば100万以上って売り上げ上がるんですけど、まあ、うちの場合もここからさらにリストの質っていうのを濃くしていって、売り上げをね、もっとさらにそこから
どんどんね、上がるような仕組みというのをやっぱ作っていきたいなと思ってて、やっぱりこのリストの質っていうのが高くなると、例えば30リストで、リストの質が薄いと、まあ、100リストあっても全然30万しか売り上げ上がらなかったりするわけですよ。でもリストの質が濃くなるだけで、100リストあってそこから300万とか売り上がったら、めちゃめちゃ、利益浮くわけですよね。で毎月30万広告費を使って、で、まあ、100万ぐらい売り上げ上がりました。まあ、70万ぐらい利益は出てるけども、そこにさらに例えばプラス50万とか上に乗っかってきた際に利益ってやっぱ大きくなるので、その利益っていうのをどんどん大きくしていくためには、やっぱりゆくゆくはね、リストの質っていうのは濃くしかないといけないと。よく中小企業さんが、リストにね、すごい広告費をね、どんどんつぎ込んで、それでもやっぱりね、中小企業の中には倒産してしまう会社があれだけあるっていうのは、結局のところ、リストの量だけ集めて、で、一回商品売って終わっちゃってるからっていうのが結構原因だったりするわけですよ。で、前にもね、これちょっとお話ししたと思うんですけども、この、見たことありますかね？このグラフ皆さん見たことあるよっていう方、ちょっと手を挙げていただいてもいいですか？このピラミッドのグラフ。初めてですね。はい、ありがとうございます。いいですね。はい、これね、まあ、ピラミッドのね、まあ、グラフあるんですけども、これ何かっていうとですね、まあ、見込み客の、まあ、関心度合いを表した、まあ、フェーズ別の、まあ、グラフになります。で、これ例えば、1、2、3、4、5って、まあ、5つステップがあるんですけど、このステップ1とステップ2の段階の人って、まあ、まずステップ1の人って全くあなたの商品に興味がない人です。で、ステップ2の人は、まあ、見込み客ですね。まあ、あなたの LINE アットに、例えば、広告をポーンって皆さんが出したりとか、インスタとかツイッターで情報発信をして、それで、あなたの商品にちょっと興味があるなとか、で、LINE アットに登録してくれた段階が、まあ、このフェーズ2の段階になるわけです。で、そこから、さらにね、全体の、ま、だいたい 1% か 2%、ここはぶっちゃけね、単価によります。例えば、ここで、ま、100人ぐらい LINE アットに登録していただいて、まあ、100万ぐらいの単価の商品だったら、ま、1% ぐらい。30万の商品だったら 4%、5% とか、まあ、下手したらもっといく可能性もあるんだけども、まあ、業種とか単価によっても違うんだけども、その数%が商品を購入してくれます。で、ここが1回目の購入なんですね。ここ結構重要で、で多くの人、ここで終わっちゃうんですよ。1回商品売って、終わってしまうっていう人が結構多くてですね。で、どっちかっていうと、まあ、僕らみたいなコーチコンサル型ビジネスって、まあ、どうしてもね、やっぱり単価が高いからっていうのもあって、一回商品売ったらね、なんかそれ以上売ったらよく悪いんじゃないかなとか、まあ、もしくはね、商品ラインナップ数がもう1個しかないから、他に売りたいんだけど売るものがないみたいなね。うん。っていうので、結局ここの、ステップ3、ステージ3で止まっちゃう人っていうのがもう8割、9割いるわけですよ。だから売上がもうそれ以上伸びなかったりとか、で、さらにね、新規の獲得するために、結構ですね、すごい広告費とかをバンバン使っていったりして、結構ね、辛いというパターンになっちゃう場合があったりするんですけども、基本的にこれ、イチゴの法則って言ってですね、イチゴの法則って言って、新規顧客を獲得するコストと既存のね、お客様にさらに新しくまたアップセルで商品を買ってもらう、まあ、リピートしてもらうコスト、どっちがかかるかって言ったらですね、新規顧客を獲得するコストっていうのは、既存のお客さんにさらにリピートして商品を買ってもらうコストの5倍かかるよっていう話があるんですね。イチゴです。だから美容師さんも1回お店に来てくれて髪切ってくれたお客さんがもう1回来店してもらうコストが1だとしたら、全くのゼロから新規のお客さんをうちの美容室に集めてくる方が5倍広告費がかかるよっていう話があって、それぐらいやっぱりずっとね、まあ、まだリストがないよって人は新規をねどんどん集めるためにこれからいろいろ広告とかね SNS やってほしいんですけども、ずっとそれだけやってるとやっぱり利益が厳しくなってくる段階っていうのがいずれ来ます。だから大事なのはアップセル、まあ、どんどんね既存顧客に対してもさらに別の商品をどんどん提案していくっていうのがすごい重要って話ですね。で、それがこのステージ4の段階、まあ、リピーターですね、再び商品を購入してくれる。まあ、当たり前ですけど、まあ、店舗、ね、美容室とかエステサロンとかだったら、1回お客さんに来てもらっただけだったら、全然元取れないというかですね、美味しくないので、まあ、何回もやっぱり美容室だったら美容室に来てもらわないといけないわけですよ。だから飲食店とかも、このリピート戦略ってめちゃめちゃ重要だったりするわけですけども、これ、コーチコンサルタントも一緒っていう話ですね。コーチコンサル型ビジネスの人も一緒だし、スクール事業の場合も一緒だし、コンテンツ販売をしている、教材販売をしている、ところも一緒です。ね。はい。まあ、学習とかもそうですよね。東進 ASV 校とかって、もう僕も高校生の時に東進行ってたんで分かるんですけど、めちゃめちゃ商品のね、このアップセルのね、ラインナップがすごいんですよね。世界史の中でも結構4パターンぐらい分かれていてとか、まあ、結構その予備校とかもそうですけど、予備校の場合はその、予備校に通っている生徒さんにその教材をいろんなラインナップで、まあ、その生徒さんが伸び悩んでるところを重点的に補強する教材として、こっちの商品はどうですかっていう感じでどんどん提案をしていくっていうね、感じになってるわけですけども。で、最後はね、このステップ5ですと。
ステージ5といって、まあ、ファンであり、まあ、リピーターであり、さらに口コミをしてくれると、このね、ステージ5の人っていうのが、まあ、本当にね、全体の、まあ、本当にトップオブトップですね、トップオブ2割と言われる人なんですけど、この人たちはもういわゆるロイヤルカスタマーといって、まあ、上顧客というかですね、まあ、業界ではお得意様って言ったりとか、あの、まあ、デパートでね、すごい買い物してくれる人はよく外商がつくみたいな、まあ、そういういわゆるロイヤルカスタマーみたいな、お客様だったりとか、まあ、あとは業、うちらの業界で言うと結構ハイパーレスポンシブって言ったりしますね、このステージ5の人。ハイパーレスポンシブ。で、このハイパーレスポンシブ、いわゆるロイヤルカスタマーの人たちっていうのは何かっていうと、まあ、言ってしまえば、どんな商品でも、もうあなたが出す商品だったらもう片っ端から買いますっていうお客さんです。例えば、もうあの米田さんがね、提案する次の商品だったらもう買いますとかね、いるんですよ。あの例えば、周囲さんがセミナーやるから行ってみましたって言って、あ、今日あのなんでいらっしゃってくれたんですかって言ったら、もう周囲さんのバックエンド買いに来ましたみたいなね、あのっていうように、もう商品見ずに買うみたいな、もうあなたの商品だったらもう全部買いますっていうような、まあ、彼女はそこまでとは言わないまでも、それぐらいの、まあ、あなたに対してコミットがあって、まあ、あなたのもう大ファンですというようなそのお客様をやっぱ獲得していくっていうのが、皆さんここから最終的には目指していってほしいなという思われるゴールになります。で、本当にこのコーチコンサル型とかスクールビジネスで面白いのが、ある程度ね、まあ、売り上げが、まあ、ゆくゆく1000万以上とかどんどん上がってくるようになるとですね、全体の売り上げの8割は2割のお客様が作ってるっていうような構図になります。まあ、日八の法則って言って、8割のお客様が8割の売り上げを作ってるわけではないんですね。うん。だから LINE アットにじゃあ、僕らだったら今2万リストぐらい僕の LINE アットありますけど、2万人のうちの2割の、見込みのお客様がもう本当に8割9割の会社の売り上げを作ってくれてる、まあ、そういうような、まあ、状態っていうのが起こります。だからこそ今やる既存のお客様に何か商品を提案していくことができたら、別に広告ね、かけなかったとしてもそれだけでずっと食べていけるような、仕組みを作ることだって、まあ、できるっていうわけなんですね。で、これが結局ねリストマーケティングの真実なんですけども、一つねここで、まあ、皆さんが、まあ耳を疑うようなね、ちょっと衝撃の、まあ、真実というかですね、まあ、をちょっとお伝えしたいなと思うんですけど、この考え方を持ってる人っていうのは、やっぱりね、まあ、マーケターの方とか、このリストマーケティング、まあ、僕らみたいなコーチコンサル型のビジネスをやってる方でもあんまりいないです。それ何かっていうと、商品は3回売らないとお客さんはファンにならないです。商品は3回売って初めてファンになるっていうことですね。なので、まあ、これね、別に単価によってはそれぞれだと思うんですけど、商品って基本的に3回お客様はうちの会社で買ってくれないとうちのファンにはならないっていう話で、1回商品買ったからって言ってファンにはならないっていうことなんですね。まあ、先ほどのグラフで言うと、1回買っていただけるっていうのはこの段階ですと。で、そこからさらにリピートしてくれて、でさらに3回目も買っていただけたお客さんっていうのがファンになると、まあ、いうことになるので、まあ、うちの場合も結構ロイヤルカスタマーの、ね、お客さん結構たくさんいらっしゃるんですけど、うちも商品ラインナップ数とか商品点数って結構あって、まあ、サブスクだけでも今7個ぐらいあって、でその他にも結構口座型のビジネスってね、6つぐらい結構同時に動いたりしてるので、まあ、そういった形で結構そのお客様のニーズに合わせた形で、これとこれを提案とかっていう形で結構ね、複数のスクール入っていただいてるって方ももちろんいらっしゃったりはするんですけども、基本的にこれ皆さんの場合もそうです。お客さんは3回商品を、まあ、お客さんに売らないとお客さんはファンになってくれないということになります。よくね、いやお客さんはファンになってくれるから商品買ってくれるんじゃないの、ファンになるから商品が売れるんじゃないのっていう方がいるんですけど、これ間違ってはないです。一番最初のこの1回目の購入のところまでは見込みのお客様とある程度の最低限の信頼関係を積み重ねていけば、まあ、1回目の商品は売れます。でもここではですね、まだハイパーレスポンシブまでの溝がまだあるんですね。それを埋めていくために2回目3回目の商品をどんどん売っていくことで、さらに強力なファンになってくれるっていうね、まあことになりますので、商品を売るからファンになるところですね。ファンになるから商品買ってくれるじゃなくて、商品を売って商品買ってもらうからファンになるっていう、まあ発想ですと。だからね、まあ、どんどん商品というのはね、まあ、お客さんちゃんと求めるもので、悩み解決に役立てるものであるのであれば、ちゃんと自信を持ってね、売っていっていただきたいなと思います。まあ、これが結局、まあ、アップセル、クロスセルって言って、まあ、アップセルって言うとさらに追加販売ですね。なんかオプション販売。例えば、イヤリング買いました。そしたらじゃあ今度ピアスもどうですかとか、なんかネックレスもどうですかってよくオプション売りで売ったりとか、もしくはなんかクロスセルって言ってですね、まあ、コンサル売った後にオンラインサロンも同時に提案していくとかね。まあ、いろいろなこういった売り方ってあるんですけども、このタイミングってね、どういうタイミングがいいのかっていうのもね、結構ご質問いただくんですけど、これはもうね、本当に売った直後がベストですと。もう売った直後がベスト。もうこれいわゆるもうオプション効果って言って、まあ人は基本的にこれ一貫性を保つっていう、まあ法則があるんですね。一貫性を保つ。なので、例えば、コンビニでね、じゃあローソンで、じゃあカレーを買いましたと。そしたら、まああんまこういう店員さんいないかもしれないけど、店員さんがね、じゃあこのカレーにですね、
L チキをね、乗せて食べるとすごい美味しいんですよ、よかったらぜひって言われると、あ、じゃあ L チキもちょっとあの追加でみたいなね、あの多分買っちゃった経験ある方いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これも一種のオプション効果で、1個商品を買うとそれに付随したオプションもどんどんつけちゃうみたいな。例えば車を買ったらそこにオプションのバンパーでちょっとねハンドルの色変えてみようかなとか、そういう車好きな人だったら多分オプション結構つける人いると思うんですけど、まあ、そういう形でも全然 OK です。こういう形で商品を売った後、ね、例えばバックエンド商品だったら商品を買っていただいた翌日とかね、もう3日以内に次の商品も一応こういうのもありますよっていう形でちょっとね提案をしていく、こういったまあ姿勢っていうのがすごい大事なんですね。姿勢っていうのが大事で、いやでもね、周囲さんとそんな連続で商品ね、お客さんに売ったら嫌われるんじゃないのと、商品売ったら嫌われるんじゃないのってね、だから思われる方もいらっしゃると思います。で、結構セールスにね、ブロックがある方って結構ここら辺のね、マインドに結構問題があったりする方多いんですけど、これ実は違って、これね、これ真実なんですけど、お客様って別に、あなた自身がね、そのお客様にアップセルで別の商品売らなくても、他の会社さんはそのお客さんにどんどん商品売ってくるわけですよ。で、気づいたら、そのお客さんね、まあ、うちで1回商品買っていただいたお客様が、来週には別の会社の商品ね、30万買ってるってこと結構あったりするわけですよ。で、お客様は別にあなたから買わなかったとしても、他の会社にめっちゃお金使ってます。え、だったら、うちの会社にね、そのお客さんの悩みが解決できるのであれば、それだったら、ね、いや、どうせだったらじゃあうちで買ってもらった方がいいよねってなるわけですよ。ね、あなたが売らなくても他の会社がどんどん売ってきます。だからそれだったらもうしっかり自分のね会社でそのお客様の面倒をしっかりと同じ視線で、支えてあげることっていう自信があるのであれば、もうこれが僕教育事業だと思うので、まあ、どんどんね商品っていうのはもう提案していった方がお客様のためにもなるし、別にあなたが売らなくても、お客さん他のところでどんどんねあの商品を買っていくので、まあ、そこは別に気にしなくていいかなと、まあ、いうところですね、まあ、どうせだってうちで買ってもらった方がいいじゃんと、まあ、いうことになるわけです。で、まあ、最後にね、まあ、これから先はちょっと上級編の話にはなるんですけど、まあ、あの億万長者メーカーのですね、まあ、いわゆるマーケターのダン・ケネディという人はですね、まあ、言ったまあ有名なセリフで、まあ、こういう言葉があります。これがいわゆるまあ私は商品をね売るためにリストを集めているのではないと、究極はリストを集めるために商品を売るんだっていうね、まあ、ちょっとねあの一見すると意味がわからない、まあ、セリフがあるんですけど、これどういうことかっていうとですね、まあ、皆さん一番最初はまあ商品がありまして、でもそれを売るためにまずリストがないと営業かけられないから、まず LINE アットにインスタからリスト集めたり、 Twitter からリスト集めたりして、リストをどんどんこうやって増やしていってるって段階だと思うんですけども、ある程度の段階まで来るとやっぱ質の高いハイパーレスポンシブ、もう何を提案しても買ってくれるような、そういう濃い見込みのお客様をやっぱしっかりと質を育てていかないといけないです。この見込みのお客様を育てていくっていう発想を持ってほしいんですね。ってなった時に、例えばじゃあ企業系とか企業コンサルをしている方とかであれば、例えば情報発信のねビジネスのコンサルティング商品を一回買っていただいたお客さんに、今度は違うねタイミングでまた今度はじゃあブログの集客の商品だったりとかマーケティングの商品を提案して、それを買っていただくと、そのお客さんっていうのは、まあ、マーケティングはねのスキルもどんどん身につけていくわけですよ。でそうなると今度はじゃあもっと営業も習っていきたいなってことで、営業をね何かどっかで習いたいなっていう新しいニーズが出てくるわけですね。こういうようにお客さんっていうのはどんどん成長させていくことによって、商品を買ってもらうからさらにこっちに対してのコミットも強くなるし、商品をどんどん2回目3回目購入していったからこそ、よりね、まあ、新しいニーズ、まあ、もっと売り上げを上げたいとか、もっと結果が出たらさらに次の商品欲しいなっていうようなねニーズが生まれていくので、そういう形で見込みのお客様のリストをね成長させていく、これそのために皆さん商品を売っていく必要が、まあ、ゆくゆくはあるっていうことになるんですね。なのでまあ結局ね、まあいろいろ長々とお話しましたけど、結局はもう商品ラインナップ数が売り上げを底上げするというこの一点に尽きるということになりますので、まあ今ね、すでに商品をね、販売している方とか、もしね、今なんか単価がちょっと高くてね、お客さんに断られちゃうよっていう場合はね、まあ低単価の商品をちょっと用意してみるとか、教材ですね。うちの場合も結構電子書籍20冊ぐらいかな、もう合計で出てるんですけど、1冊の単価って300円ぐらいなんですよ。300円ぐらいね、例えば SNS の使い方とか、フリーランスとしてのマインドセットの教材だったりとか、300円ぐらいの Amazon 電子書籍で、まあ、皆さん別に Amazon じゃなくてもいいですけど、それぐらいの単価の商品でもいいんですよ、商品って。でもその300円の商品を1回買ってもらうの、買ってもらったお客さんと買ってないお客さんだったら、その濃さって全然違うんですよね。なのでまずは今ある見込み客のお客様で、例えばセミナーに誘導したけど来てないお客さんの方とか、あとはコンサル提案したけど、買っていただけなかった未購入者の、ね、お客様に対してはなんか別の商品提案したらそっちの方が逆に売れたとか、逆に高額では売れなかったけど300円の商品だったら買っていただけた、でそこからどんどんね、じゃ次に9000円の商品っていう形で、じゃゆくゆくは30万の商品を買っていただけるっていうようなね、レールをどんどん作っていくことで売り上げをもう最大化させることが、ね、できるので、はい、ぜひね、まあ、今回 の, その商品ラインナップスを増やすっていうところと、今あるリストのお客様を
さらに別の角度から商品をどんどん売っていって、そのリストの質を高めていくと、まあ、いう発想をですね、まあ、ぜひちょっと持っていただきたいなというふうに、思います。